始まるよ。ワク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 チャンネル、おもちゃレビュー専門チャンネル、 DJ おしょうのワクワクチャンネル。ふい、今回ご紹介するおもちゃはこちらの商品です。ドーン、クラウンエアーコッキングガン XMPK です。ドーン、はーい、今回は対象年齢10歳以上用、バッテリーやガスを使わないエアコッキングガン XMPK です。早速レビュー行ってみよう。ワクワク。バイーン。クラウン XMPK、 小さくてかっこいいですよね。マガジンを装着すると、はい、ストックを伸ばすと、はい、こんな感じになります。全体はね、樹脂製です。本体重量だけで 727g、 小指で軽く上がります。これやっぱ10金モデルとしてはね、これぐらい軽量ってのがいいと思いますね。うん。近くで。ドゥン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 ドゥサプレッサー、フォアグリップ、ダットサイト、はい、この3つをねカスタムで追加しました。ダットサイト、そしてフォアグリップは20ミリレールがついてるんでね、簡単に装着することができます。そしてこの大型のサプレッサーは、本体とこのサプレッサーの間に薄いラバーシートをかましてね、結構無理やりグリグリってねじ込みました。金属製のサプレッサーなんですが、なかなかね、この重量にも耐えられますね。外れません。イエスイエスイエス。ワクワク。このストック、付け根にあるこちらのちっちゃなポッチ、これです。これを押すと、はい、外れます。これだとね、もうちょっと大きめのハンドガンって感じですね。ワクワク。付属のアイアンサイトは、今ね、倒してあるんですが、はい、こんな感じで起こせます。リアサイトも、はい、こんな感じですね。今これダットをつけてるんで倒してましたが、通常時はねこんな感じで狙えますね。ワクワク。セレクター、セーフティー、安全状態、こちらで発射可能。まあこちら、これフルオートなんですが、この状態も同じですね。そしてね、これ10金モデルですが、アンビなんですよね。はい、こんな感じで反対側、両側から操作が可能です。妙なこだわりですよね。ワクワク。マガジンキャッチ、こちらです。押すと、はい、スルッと自重落下します。かっこいい。ワクワク。発射する際はこちら、チャージングハンドル、こちらを手前に引っ張ります。まあこの辺を掴んで、こういう感じですね。ちょっと空打ちしてみたいと思います。音バイーン。いやー、バイーン音きましたね。ワクワク。このチャージングハンドル、まあ構えると顔に結構ねこんな感じで近くなっちゃうんですが、頑張ればね速射もいけそうですね。ちょっとやってみます。いけそうですね。
ではでは行ってみましょう。クラウン XMPK 実写レビュー、まずは近距離編、行ってみよう。ワクワク。クラウン XMPK 近距離実写。ファイヤー。コッキングも軽くてね、速射が可能ですね。いい感じです。まあこれ近距離なんでね、当然なんですが、バッチリ真ん中にヒットしてます。イエーイ。ワクワク。そしてなんちゃってラピッドファイヤーもできます。まあラピッドファイヤーっていうのは、トリガーを引いたままコッキングレバーを操作することによって擬似的なフルオートを再現する機能ですね。ではちょっとねやってみましょう。セーフティーを外してトリガーを引いて、このままコッキングレバーを連続で引きます。では行きます。ファイヤーこれね、相当弾速は遅いと思います。エアーをコッキングして発射するっていう感じじゃなくてね、なんというか銀玉鉄砲みたいな容量でバンバン出るんですね。相当これ弾速遅いと思いますが、まあ擬似的にねラピッドファイヤーが再現できます。イエイ。まあこのなんちゃってラピッドファイヤーに関しては取扱説明書にね記載されてないんで、これによる故障はねメーカー対象外になってしまうんでね、注意してください。ではでは行きましょうか。続けて5メートル実写レビュー、行ってみよう。ワクワク。クラウン XMPK 5メートル実写。はいよ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 。当たる。いやー 0.12g の軽量弾なんですが、当たりますよ。スーッとまっすぐ飛んでいきますね。正直ね、そんなに命中精度良くないかなとか思ってたんですが、これはねインドア戦とかでも結構使えそうですね。クラウン XMPK、 取り回しの良さと命中精度にワクワク。ではではエンディングへゴー。ワクワクエンディング。はい、ということでクラウン XMPK のレビューでした。まあ予想していた以上にね命中精度が良くてびっくりしました。まあなんといってもこのコンパクトさ、そして10金モデルながら 20mm 規格のレール、これがね最大の魅力ですね。というわけでこのレビューが楽しいな、ワクワクしたなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。以上ガキレンジャー DJ 和尚のワクワクチャンネルでした。またお会いしましょう。ワクワクギュ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 コンパクト。ワクワク。うまい。